アホどもめ、止水艦で散々打ちのめしてやったというに、群れを出して古老艦まで攻め上がってきよった。わしが着いた時には古老艦は陥落寸前じゃ。ここは呂布と長領らを古老艦前に出陣させ、なんとしても敵の古老艦突破を阻まねば。わしの主治肉林の夢、誰にも邪魔はさせん。歯向かうバカどもを皆殺しにして、このわしが天下のすべてを手に入れてみせるわ。うるさい虫けらどもは皆死刑じゃ。董卓様のため私たちは武器を取りましょう。董卓、なぜ朝鮮を戦場に出す。五郎館に敵将の侵入を許してはならん。わしの威厳が損なわれるではないか。終わりか。打ち取った。いかん、古老艦に侵入したネズミを殺せ。打ち取った。最後の戦になろうとは。敵将、打ち取った。条文縁ここにあり、命惜しくば引け。迂回路は進めんか。戦力を正面に集中し、古老艦を突破する。王政様、せめて最後の時はおそばに。朝鮮、お前一人で行かせるものか。どんなことをしても守ってみせる。おかげでなんとかなりそうでした。頼もしい限りです。困ったの。終わりかよ。さあ、敵将、撃ち取った。鉄壁じゃ。これまでか。敵将、撃ち取った。これで終わりか。古老艦に寄進ありか。一時交代せよ。よし、今じゃ。皆殺しや。
頼もしいお方でしょう。敵陣に乗り込み、奇戦を制す。教えてやろう。頼もしい限りです。お時間。敵将、討ち取った。滅多金じゃ。天下は定まらぬのか。敵将、討ち取った。死ね。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。我らの攻めの構え、そうせん。おお、完了。
バカ。さすが。と言っておこう。攻めよ。約束に屈してはならん。困ったの。その首おとなしく渡せ。これか最後の戦になろうとは。敵将討ち取った。挑戦、俺の部ではお前を守れないのか。トウタク様を討ち果たし連合軍へ。私たちに残された道はそれしか。大将首もらった。敵将討ち取った。お力添え感謝いたしますぞ。健康な守り、僕と見るがよい。トウタク、豚は何もつかめぬまま死ぬがいい。おのれ、わしをたばかるとは。恩知らずどもめ、まとめて切り刻んでくれるわ。一人ですか。情けはかけませんよ。おとなしく首を差し出せ。わしに立てつくやつは誰だろうと死刑じゃ。めったきじゃ。お話しだい。敵将打ち取った。めったきじゃ。頼もしい限りです。死なん。敵将討ち取った。命に変えてもここは倒産。役族の切っ先などこの名族に触れることすらできん。大将らしく決着をつけようではないか。めったきじゃ。名族エンコの今こそ見せてやろう。虫じゃ。めったきじゃ。わしに逆らうならば死ね。死ね。頼もしい限りです。
司令。としての義務。勝機は今だ。応戦をかけよう。わしこそ真の三国武将よ。民族の誇り、地にまみれさせては。一応打ち取った。わしに逆らった奴らは皆殺しにしてやったわ。この天下にはもうわしに逆らうことのできるものはおらん。わしの長年の夢、朱子肉林は今まさに現実となる。天下のすべてはこのわし、当忠英のものじゃ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、生涯秀才と称される人物のようじゃな。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。董卓、あざ名は忠英、老政軍林東県の人、腕力抜群で弓馬の術に秀でる。領州の豪遊として名を馳せ、異民族と交わり威勢を強めると、その武勇を買われて官職に就いた。黄巾討伐の勅命を受けた董卓は清涼に出陣してこの地を制圧。さらに董卓の支配に反抗する領州諸侯も打ち果たす。勢いを増す董卓の野望は膨らみ、その矛先は都に向けられた。宦官政治による宦王室の混乱に乗じ、董卓は入洛を果たす。豪遊無双の呂布を傘下に入れて、たちまち権力を握ると、その武力を背景に恐怖政治を敷き、暴虐の限りを尽くした。董卓の暴政に危機感を抱いた諸侯は、袁紹を名手に反董卓連合を結成する。連合軍のもとには曹操、孫権、劉備ら天下の英雄豪傑が集結し、洛陽を目指して猛進を始めた。連合軍の猛攻に董卓はひるむことなく応戦する。古老館では呂布の部にも頼らず、自ら剛剣を振るって敵将を蹴散らし、ついに連合軍を崩壊させてしまった。
もはや董卓の野望を妨げるものはなく、再び暴政が始まる。しかし世に悪の栄えた試しはなく、主治肉林の夢を果たそうとする董卓の背後には正義の刃が迫っていた。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。天下の富、名誉、女、すべてわしのものじゃ。この映画、何人にも覆すことはできん。いやー、いやー、はははは。